エルナンド・フランコはスペインに生まれ、主にグアテマラやメキシコなどの中米で活躍したルネサンス音楽の作曲家。新大陸で活躍したスペイン系作曲家のうちで最も有名である。スペインはエストレマドゥーラ地方の乾村ガリスエラに生まれる。エストレマドゥーラは16世紀に新大陸への移民を多く出した地域である。フランコはセゴビア大聖堂で、 ヘロニモでエスピナールに支持エスピナールはビクトリアも支持した可能性がある。フランコは少年時代に後のメキシコシティの学長となるラサロデル・アラモーに出会って意気投合した。フランコはおそらく1550年代にヌエバエスパーニャに渡ったと思われるもののグアテマラシティの学長に就任する1573年までその活動に関する記録は見当たらない。 一連の予算削減によって音楽会の報酬支払いが不可能になるとフランコは1574年に同地を去りメキシコシティに新設された大聖堂の学長職に着任1575年旧友アラモが同職の専任者の一人であったフランコは非常に尊敬され誰からも親しまれる人柄だったようだ1581年には 生殖力として辞書を与えられており、同時代の文書は、フランコの模範的な性格や音楽性について多くの使命を割いている。フランコは、メキシコシティの財政上の困難な時期にあたる1582年に引退して1585年に他界した。亡骸は大聖堂の礼拝堂に埋葬されている。フランコは、現存する限りで20曲のモテットと16曲の マニフィカと四世帯のエレミアの愛か一曲を残した。ミサ曲は一曲も作曲しなかったようだが、スペインの聖歌隊の指導者としては、異例の手抜きである。しかし、フランコ作品は、大半が散逸したということかもしれない。フランコと同盟の作曲家による、ナワトル語によるいくつかの賛美歌が存在しているが、現在では、その作曲家は、キリスト教に改修して受診した際、 当時の習慣にあったように、フランコの使命をもらい受けた先住民だったろうと推論されている。フランコの作曲様式は、同時期の他のスペイン人作曲家の様式に関連性があるものの、むしろ保守的であり、不協和音の扱いに慎重であり、半音階進行や技行性を避け、実に禁欲主義に傾きがちである。マニフィカとの作曲作法は、 モラーレスの流儀に影響されている。フランコ作品の聖域は限られており、ことによるとヨーロッパの音楽水準にまで達してはいない自分の聖歌隊の歌唱能力を反映させたのかもしれない。フランコはグアテマラにおける最初の作曲家の一人である。グアテマラ大聖堂の文書館に眠る二つの曲、ケージの光ルーメンアドレビラティニムと、いざジオサをビセンベネディクムースドミノは、 彼の地に現存する最も初期の思考譜である。メキシコにはフランコ以前に作曲家がいたが同時代の人々からメキシコで最高の作曲家とみなされたのはフランコだった。ありがとうございます。